我が国の建築鉄鋼は1988年以降内需拡大政策による建築工事の増大を背景に年間1000万トン台に達し年率1200万トンの水準で推移しています。鉄鋼技術展が行われた4日間、晴海の国際貿易センターに押し寄せた来場者の熱気は真剣で旺盛な設備投資意欲の一端を物語っています。昭和30年代以降、高度経済成長に合わせて重化学工業が大きく発展しました。特に一般機械工業が発展し、石川県の基盤産業となりました。昭和58年、先端産業立地促進条例が施行され、次々と中央から先端産業が進出したことは周知の通りです。石川県能美郡寺井町に片鋼加工機械の製造を開始したのが昭和41年。研究、開発、販売、サービスに至るまで一貫した武田機械株式会社のコンセプトはヒューマンハート。世界水準の技術力の高さは現在業界のパイオニアリーダーとして世界各国から注目を集めています。機械というのは工場において技術者の能力を生かしてくれる優秀な頭脳を持った人間の分身であると武田機械は考え、金属加工機械メーカーとして技術開発体制を強化してまいりました。ハイテク化が目覚ましく進む産業分野では人間の分身ともいえる高い能力がマシンに要求されます。ハイクオリティを目指す武田機械の姿勢はそのまま製品によって形となります。特に鉄骨加工マシンや鋼材加工マシンなどそれらを制御するコントローラーに機能・速度の高度化を推進してきました。さらに新分野の開拓をはじめ機械単体における機能アップと同時にユーザーサイドに立った総合システムを考えています。武田機械は国内はもちろん海外への展示会見本市への出展を通じて情報コミュニケーターとしての役割を果たしています。的確な情報伝達や収集サービスはそのまま研究開発スタッフにもフィードバックされます。そこから次の新しい技術が誕生していくのです。
平成3年7月、本社敷地内にパットゴルフ場が完成しました。このパットゴルフ場は社員のレクリエーション施設はもちろん、近隣の人たちにも広く開放しています。優れた製品作りのために優れた設備を配し、武田機械株式会社ではより高精度高生産性を追求し、無人化自動化のニーズに対応すべく、周辺機器の開発にも努力し続けています。ますます高度化ソフト化が進められる石川の産業界にあって、武田機械は開発における独創的な発想や積極的な経営姿勢を、来る21世紀に向けて成長させ躍進していきます。機械作りはヒューマンハート。武田機械は常に考え、人間のための機械作りを追求しています。